黒潮くん、白丸くん、俺たち3人で協力して地元 PR をすることになったからよろしくぜよ。テーマはズバリ、つながり。わーい。ところで龍馬くん、僕たちってどんなつながりがあるんだっけ？それはこれから俺たちが探すぜよ。というわけで3人のつながりを探す旅がスタート。果たしてどんな旅になるのやら。二十歳の龍馬つながり旅、ウェズ黒潮くん、白丸くん。一行がまずやってきたのは福井県坂井市。おお、見事な花畑。お蕎麦の畑だよ。へえ、まっこと綺麗ぜよ。アテンダントさんだよ。越前鉄道には全国でも珍しい車内で切符の販売や観光案内をしてくれるアテンダントさんがいるのだ。これは鉄道ファンに刺さるぜよ。うん、結構全国から乗りに来てくれるんだよ。乗り物も観光になるぜよな。黒潮くんの誘いでやってきたのは高知県南国市。おお、あれが黒潮鉄道ごめんなはり線のオープンデッキ型観光列車新太郎号。なんと走行中にオープンデッキに出られる開放感抜群の列車なのだ。わーい。おお、これは楽しいぜよ。品川にも乗り物があればつながるね。乗り物、そうぜよな。ということで一行がやってきたのは、この駅いってもんにおしゃれ、戸越銀座駅。2016年に木の素材を生かしてとってもおしゃれに生まれ変わったぜよ。さすが東京、素敵。おお、うん、わーすごい、電車がたくさん。続いてやってきたのはたくさんの路線が同時に楽しめる新八ツ山橋。実は品川区は14路線も電車が通る全国でも有数の電車天国なのだ。見て、新幹線すごい。俺には見慣れた風景もこんなに喜んでもらえるなんて。お、次のつながりは水辺なんてどうぜよ。龍馬が言う水辺とは、東京湾でランチやディナーが優雅に楽しめるザ・クルーズクラブ東京がある天王洲や、季節ごとにさまざまな花が楽しめる品川花街道。都内屈指の桜の名所として知られ、冬には桜をイメージしたピンクのイルミネーションが咲き誇る目黒川など、品川自慢の水辺の観光スポット。すっごい綺麗。そうぜよ。堺市の水辺といえばもちろん、こっちこっち、東尋坊。じゃーん、すごー、行くぜよ。飛べー。東尋坊は切り立った崖っぷちの迫力を真上から堪能したり、遊覧船に乗って海から観察できる言わずと知れた超人気観光スポット。こっちも自然豊かで楽しいよ。なんだか神秘的な島ぜよ。隣に浮かぶ隠れた名所お島とセットで楽しみたい堺市の水辺。さあ次は黒潮くん、次は高知の水辺ぜよ。おお、自信満々ぜよ。ここは列車から見えた海だね。そう、琴ヶ浜。はあ、のどかぜよ。日本海の海とは違うね。おお、二つ目のつながり見つかったぜよ。白丸くん、次のつながりはどうするぜよ。日記の香りがすがすがしい沢餅茶屋の大福で小腹を満たした三人は散策しながら次のつながりを相談することに。お城は堺市には現存12天守の丸岡城があるよ。
高知城ぜよ。でも品川にお城はないぜよ。お城は探して見つかるもんじゃないぜよ。他に何かないぜよ。次のつながりが見つけられず龍馬が焦り始めたその時、ひそひそ二人ともどうしたぜよ。やっぱりお城は紹介したい。逃げた。え、さらに、一体何が起こってるんだ。ちょっとこれどうなってるぜよ。つながりが分断されてしまった龍馬は失意のまま地元に、もう品川にはお城はないって言ってるぜよ。ボリボリ、やっぱり共同で PR なんて無理。いや、ここで諦めちゃダメぜよ。なんとかつながりを、お城、丸岡城、高知城、丸岡城、高知城、城、あ、龍馬ひらめいた。こっちこっち、待つぜよ。見て、丸岡城。丸岡城は国の重要文化財に指定されているとっても貴重なお城。龍馬くん、お城を紹介しちゃっていいの？おお、任せるぜよ。夜はプロジェクションマッピングによる見応えたっぷりのショーも楽しめて、日本一に選ばれた絶品おそばも食べられる白丸くんの生まれ故郷なのだ。やっぱりいつ来ても立派ぜよ。すごい。こちらも重要文化財高知城。黒潮くん、ちゃんと紹介できるかな。何言ってるぜよ。地元なんだからちゃんと説明するぜよ。お城だお城だ、わっしょいわっしょい。丸岡城、高知城と立派なお城が続いたが、龍馬、品川はどうする。品川はここぜよ。なに、ここは丸岡城、高知城とくればここ、もう行けば城、城つながり、ダジャレ、迫力あるレースに絶品グルメ、存分に楽しんでほしいぜよ。なんとなくうまくまとめた3人なのであった。馬だけにつながり旅、これにてミッションクリア。だぜよー。